小さい頃は、なんで僕だけこんなに体が弱いのか、と親を恨んだことが何度もあった。健康な奴らを羨ましく思うことも数えきれないほどあった。だが、それをしたからといって何かが変わったわけじゃない。誰かを羨ましく思っても何も変わらない。誰も自分を変えてはくれない。結局は、お前がお前自身を変えていかなきゃならない。それはもう、わかったろ。僕も本気でもがいてみようと思った日から、それまでの弱い自分を受け入れることもできた。弱いことは悪いことじゃない。弱いことは、多くのことを知ることにつながる。強さの意味を、優しさの意味を、届けるということの重さを、示すということの大切さを。必ずお前には与えられた使命があるということに気づくこと。弱いということは多くのことを他者に届けることができる。僕はそう信じてる。ここまでやれるぞってことを届けることができる。自分に対して厳しくもなれる。他人に対して優しくもなれる。ああ、弱くてよかった。大きい声で叫んでみろ。今日は今日のことだけ考えて全力で行く。今日、本気で生きられない奴が、明日、本気で生きられるのか。僕は、死ぬ瞬間まで全力で無茶をしていたい。